最後なんかでっかいのケーキみたいな。さあショートプログラムの最終滑走、ロシア16歳になりましたユリア・リプニツカヤです。昨シーズンは印象的なプログラムでグランプリファイナル2位、ソチオリンピックでも団体金メダルを獲得しました。16歳になったリプニツカヤ、待ちに待った新しいプログラムです。ロシアのユリア・リプニツカヤ、ショートの曲はメガポリス。トリプルトーループ、トリプルトーループのコンビネーションジャンプ、ジャンプに軽さがありました、はい、昨年より難度を下げた3回転3回転ですね。決めました。フライングキャメルスピン、ショートのステップです。エッジワークも昨シーズンと比べてとても滑らかになっています。ダブルアクセル、ステップからトリプルフリップジャンプ、どちらも完璧でした。練習では転倒もあったんですが本番で綺麗に決めました。レイバックスピン、さあここからが見せどころ。ビールマンポジションはすごいですね。コンビネーションスピン、速いです。笑顔で、そして拳を握りしめました。さすがはゴールドメダリスト、村上福民賞の後全く動じることなく見事に滑り切りました。見ていて全くジャンプに不安がなかったですね、はい、本当にもう安定感、そして軽さ、流れ、加点がつく対象となるものがたくさんありました。今年もやはりこのコスチューム、ショートに関してはこの可愛らしさといいますか、 そうですね、そんなものを前面に押し出してきました、はいはい、彼女の可愛らしさとてもよくあった印象です、現在のトップがトゥクタミシア、その後に村上、さらには今リプニツカヤが演技を終えて、なんとなくショート終わった雰囲気では三強の争いという感じに見えてきましたが、そうですね、さあリプニツカヤ、今年も印象的なスタートですね、これ、はいはい、冒頭のトリプルトーループ、トリプルトーループのコンビネーションは本当に軽かったですね。軽い、力を抜いたジャンプというのも加点の対象となりますので、加点がつくと思います。このフリップにとても軽さがある、軸の細い素晴らしいジャンプでした。スピンも全てのスピンにおいて加点がもらえるんじゃないかなと思います、は
ただ一つ気になったのが冒頭のフライングキャメルスピンですね、はい、ショートでは8周以上回らないといけないという規定があるんですが、少し回転数が足りていたかというところなんですけども、まあ、でも細かいところですね、うん、いい笑顔で演技を終えました、はい、食べてましたさあ得点が発表になります。最終滑走ユリア・リプニツカヤショートの得点は 69.76、 これまた69点台ですが、トゥクタミシェワにはわずかに及びませんでした。69点、失礼しました、トゥクタミシェワ 67.99、 したがってリプニツカヤが全選手が終わってトップに立ちました。リプニツカヤは 69.56、 トゥクタミシェワが 67.9